強く美しく生きる福島の女性たち。この番組ではそんな輝くハンサムウーマンをご紹介します。今回のハンサムウーマンは会津若松市の福島県薙刀連盟理事長山本和子さん85歳。10代から薙刀を学んでいた山本さんですが、太平洋戦争で中断。その後山本さんは小学校教師になり、数多くの子どもたちを教育してきました。再び薙刀を手にしたのは定年間近の時でした。それ以来山本さんは薙刀と向き合い、競技の普及、選手の育成に取り組んできました。山本さんにとって薙刀とは、正しい心を作るっていうふうなことでね、教わりましたから。私たちはだから今もそのことは貫いております、何のためにやるのか。相手を倒したりね、人に勝つためだけではないと、自分を立派するためにやるんだぞっていうふうなことでやっております。子どもたちを指導する山本さんはいつも子どもたちに言い聞かせている言葉があります。グズグズしてたらほら24時間しかないんだよ。そうすると、勉強も運動もできるようになって言ったって、もたもたしてたら勉強する時間なくなるでしょ。だから並ぶのもパッと早く、それから練習もパッ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 とやって、後片付けもさささっさと早く、そうすると時間をいっぱいできるから。戦争を体験した山本さんは一日を無駄にしない大切さ、何があっても大丈夫なように準備していく大切さを教えています。指導を受けている皆さん、山本先生はどんな先生ですか？とても分かりやすく指導してくださって、とすごく勉強になることも、と人生の経験のことも教えてくださって、すごくいい先生です。85歳とは思えないフットワークで子どもたちと向き合う山本さんからのメッセージは、苦しい時こそ笑顔を作れ山本和子。人事を尽くして天命を待つ。人間としてできるだけのことは我慢強くね、絶対もう、ここはダメだっていうことはね、おろそかにしないで最後まで努力をしてね。薙刀を通して子どもたちの心の成長も願う山本さんは、子どもたちと一緒に薙刀の道を極め続けます。